はい、皆さんこんにちは、鉄坊でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。私、まあいつも朝起きてこういろんなこう鉄道ニュースだけじゃなくて、こう一般のニュースとかからもね、なんかこう動画のネタになるようなことないかなと思って、まあ探したりとか、あとはまあ皆さんのコメントとか読みながらですね、やったりとかで、まあこの間もですね、ライブ配信をやった時に、まあ新幹線の話とかちょっとして、まあ北谷海峡の話もちょろっとしたんですけれど、でまあそんな北谷海峡の話をしたんで、北谷海峡、まあこの間の豊陽海峡ルート、豊陽海峡海底トンネル の動画も作りましたから、じゃあ北谷海峡もやろうかなと思って調べたんですけど、無理っすね北谷海峡はということで、なんで無理なのかっていうことを今日ここで話しとこうかなと思いまして、あの動画にしようと思ったら無理だったっていう、そういうまあ一種動画作成の裏側的な話でございます。でね、まあ、根本的に豊陽海峡と北谷海峡だと、こうやろうとしている自治体のやる気が根本的に違いますね。はい、っていうのは、まず北谷海峡ルートって、これね、推進している団体がいくつかあるんです。大きなものだと2つありました。で、1つが、北谷連絡道路実現規制同盟会。で、もう1つが、関空北谷四国高速交通インフラ規制協議会。こういう2つありました。で、まず1つ目の、北谷連絡道路実現規制同盟会という、この会なんですが、これはですね、大阪府、兵庫県、和歌山県の23の基礎自治体だから、市長、市とか何々市とか何々町とか、まあ、こういったもので構成される団体で、で、これはですね、主に、北谷連絡道路、まあ道路です。で、しかもこれトンネルじゃなくて橋ですね。で、これを実現しようっていうような団体なんですけど、まあこれまでもですね、結構前から、もうこれ、20年以上前からあるのかな、この団体って。なんですけれどね、まあこの中、もう今、大阪、兵庫、和歌山って言いましたね。で、以前はね、徳島市もメンバーの中入ったんですけど、脱会してるんですよね。うん、で、まあ一応、最近の活動としては、令和元年度に、国土交通省宛てに要望活動を実施っていうから、まあ要望書みたいなもの、まあこういうのやりたいから、調査費用とか、そんなのをなんかこう、ちょっと出してくれませんかみたいな、そんな感じのとか、まあそういう枠組みを作ってくださいとか、まあそういうね、活動ってよくあるんですが、これ、令和元年度がラストでございます。まあ、コロナとかあったからやんなかったのかもしれないんですけれど、だからここ2年ぐらいは何もしていない、いやしてるのかもしれないですけれど、この規制同盟会のウェブサイトを見る限りは、この令和元年度の国土交通省に対する要望活動実施っていうのが活動の最後になっていました。はい。で、もう一つ、関空北谷四国高速交通インフラ規制協議会っていうのは、これはですね、和歌山県知事が会長を務めていて、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、高知県、愛媛県、大分県、宮崎県、だから関西の4つの県に、四国の4つの県、九州の大分と宮崎というような、まあ、県でこちら構成されていまして、まあ、その名の通り高速交通インフラということを実現しようということなので、まあ、具体的に言えば四国新幹線ですね。それも瀬戸大橋のルートじゃなくて、北谷海峡を通って豊陽海峡を抜けて九州まで、だから大阪府とか兵庫県とか、まあ、ちょっと近いところで奈良県、和歌山県、それからまあ九州の大分県、宮崎県という、まあ、四国4つの県に加えて、こういったところが構成員として、構成メンバーとして入っているわけなんですね。ただですね、この会の活動報告を見ると、平成28年を最後にその後目立った活動が何もない。わかんない、これもやってるのかもしれないですけど、この規制協議会のウェブサイトを見ると、目立った活動はここ5年ぐらい何もございません。で、両方の協議会に言えることなんですけれど、こういう要望活動みたいなことはしてるんですが、調査って、本格的な調査っていうのはほとんどしていないんです。
例えば豊陽海峡ルートであれば、この間大分市がちゃんと調査費用っていうのを予算に組み込んで、でそれで調査をして、トンネルを作る場合だったらこれぐらいかかると、でこのトンネルの建設費を、償還するのに何年かかる、まあ、1年にこれだけ儲けてこうやって借金を返していて何年で、全部返せるっていうような、まあ、そういう調査をするわけですよ。でまあ、それができることによる経済活動とか、まあ、利便性の向上とか、そういったものを全部、経済的な価値観に置き換えて、まあ、費用便益比っていうのを計算するわけですよね。でこれで、まあ、1を超えると、やったら社会的な受益が伴うと、みんながいろんなことでと、まあ、得をするっていう言い方がちょっと金銭的なもんじゃないですけどね、まあ、金銭もあるけどそういうだけじゃないんですけど、まあ、そういったものを計算して、でそれに向けて、まあ、実現に向けてこう道筋を描いていくだけということなんですが、このね北海峡ルートに関しましては、今はまあ基本的に橋でやるっていうようなことになってるんですけど、そもそも橋でやるにしても豊陽海峡並みの、豊陽海峡よりはまあ難易度は低いかな。とはいえですね、明石海峡大橋よりも長いやつをかけないといけないんですよ。結構大きな事業になる。でトンネルに関してはほぼほぼ最近調査された、調査というか話にも出てこない。でこの橋を架けるっていうのも、こういう橋が架けれますっていう話は出てくるんですけど、じゃあそれを架けるのにいくらぐらいかかるかっていう、そういう調査が全くなされてないんです。なのでいくらかかるかも分かんないから、当然費用便益比なんてものも計算されてないわけですよ、ね、だ結局調査費用をどこも、まあ、例えば和歌山市なりで、結局これをかけるとなると和歌山と、それから対岸の淡路島の洲本市になるのかな、そこは、うん、こういったところにかかるので、まあ、和歌山市と洲本市とか、例えば和歌山県と兵庫県とか、こういったところがお金を出して調査をするとして、その結果いくらかかりますよっていうところまで出てるんであれば、あ、まあ、本当にやろうと思ってるんだよなっていうところわかるんですけれど、それすらされてないから、いくらかかるかもわからないから、実現できるかどうかすら全くわからない。もう単純にあったらいいねの世界なんですよ。で今のこの評議、この協議会のウェブサイト2つを見てみると、第二国土軸の形成であるとか、うん、まあ、こういうのができるとこんなに便利になりますよみたいな、そういうことは書いてあるんですけど、まあ、それだけだったら本当に、うん、まさに何ていうかな、うん、私が言うのもあれだけど机上の空論私がやってることは机上の空論かもしれないけど、偉そうなこと言えないんですけれど、うん、まあ、そういうこともあって、これねちょっとここまで何も出てないと私も動画の作りようがないから無理だっていう話なんです。はい。でまあ、道路についてはまあ分かんない。でも道路はそもそも道路、まあ、じゃあ両方の話してみましょうか。道路の話と新幹線の話、まず道路にしてみたら、もうそもそも明石海峡大橋と鳴門大橋があるわけじゃないですか。でこれで徳島は神戸大阪と完全につながってる。でここでさらに北海峡をかけて、大橋、北海峡大橋かなんかをかけてですね、和歌山を経由して大阪にっていう、まあもちろん2つ道路があった方が、1つが例えば災害か何かで通れなくなった時に、うん、いわゆるリランダンシーってやつですよね、代替ルートがあるっていうことで便利だと思いますけど、果たしてそんなもう何百億円、何千億円か、何兆円とかかかるのかな、何兆円とかかかる、それだけの費用をかけてわざわざそれをもう1個作る。で行くところは結局大阪とか神戸、まあ、和歌山にも行けるんですね、北海峡だったら。でもやっぱり徳島の方から行く圧倒的な需要が多いのは神戸大阪方面だと思うんで、鳴門と明石があれば、まあ、それでもうこと足りてると私は思うんです。わざわざもう一個和歌山にかける必要もないんじゃないかと、うん、そこには新幹線をじゃあ今度通すって話になった時に、そうすると今度瀬戸大橋ルートとの兼ね合いっていうのが出てくる。でこれももちろん両方あれやそれに越したことはないんですけれど、わざわざそれも、ものすごい金額をですねかけてですね両方作る必要があるのかって言われたら、これもなかなか難しい、うん、これをやるぐらいだったら私は北海峡を作るぐらいだったら、その金があるんだったらとりあえず豊陽海峡を作った方がいいと思います。そっちの方が九州と四国はつながってないわけじゃないですか。本州とはもうすでに3つ橋があるわけでしょ。
しまなみ海道のところと瀬戸大橋のところと、それから明石鳴門ルートと、まあ、3つあるわけじゃないですか。でこれでなおかつまたですね、関西方面のためにもう1個橋を架けるっていうぐらいだったら、もう大分宮崎につながる、大分宮崎、まあ、福岡もそうか、そっちにつながる四国と九州をつなぐルートの方がまだ私は価値があるとは思うんですけどね。まあ、もちろんそれは需要は関西圏の方が多いのかもしれないですけれど、第二国土軸を作るっていうことに関しても、岡山からまあ例えば新幹線なりを分岐させて豊陽海峡を抜けていけばですね、これでもう一応もう一つの軸に近いものはできるわけですよ。まあ、道路にしても同様、まあ、道路はすでに瀬戸大橋でつながってますけれど、その高速をずっとつないでいって、最終的に豊陽海峡及ぼ、まあ、までを高速道路にして大分までつなげればいいわけじゃないですか。それでもうそうすると東九州自動車道だっけ、これにもつなげられるだろうし、高速道路も落としてもこれでもっといい形になってくると思うんです。でまあ、それにあの鉄道で考えた場合、瀬戸大橋ルートっていうのは瀬戸大橋にもそうだし、瀬戸大橋の前後にも多少こう用地が確保されているところがございますので、明らかにそっちの方が作りやすいですから、それを作った上でもう一個北丹海峡を、瀬戸大橋を使わずに北丹海峡だけ新幹線を作るって話はまずありえないでしょうから、当然まずは瀬戸大橋を作ってっていうことになると思うんですけどね。まあ、そんなわけで、北丹海峡についてはちょっと動画作ろうと思いますけど、やっぱ無理っすこれはという結論でございます。もうちょっと調査が進んで、実際に例えば和歌山あたりがとか、あの兵庫県の淡路島の自治体あたりが本気になってやろうと思います。で、ね、調査費用を年間予算に組み込みましたっていうところまでいけば、もうちょっと、あ、本当にやろうとしてるんだな、できるできないは別ですけど、やろうとしてるんだなっていうところは見えてくるんじゃないかと思います。はい、ということで、今日は北丹海峡ルートの動画を作ろうと思ったら無理っぽいということのお話でございました。ご視聴どうもありがとうございました。